防衛省はロシア海軍の駆逐艦や潜水艦など6隻が北海道の宗谷岬付近の海域で確認されたと発表しました防衛省によりますときのう午前0時ごろ宗谷岬の南東およそ130キロの海域でロシア海軍の潜水艦など6隻が航行し宗谷海峡を西へ通過したということです 先週もロシア海軍の艦艇10隻が津軽海峡を通過したのが確認されています。防衛省関係者は、ロシア海軍はウクライナへの軍事侵攻と交互する形で極東地域で大規模な海上演習を行っており、それに参加した艦艇と推測されると話しています。防衛省・自衛隊は警戒・監視を強めています。